皆様こんにちは、こんばんは。てるてる百貨店てるかいざーです。今日はね、漫画誌のまた開封レビューやっていきたいと思います。何を買ってきたかというとこちらになります。月刊ヤングマガジンになります。今回はね、表紙と関東グラビアが沢口さんになってるので、ちょっとこちらのね、開封レビューしていきたいなと思っております。はい、ですね、今回月刊ヤングマガジンに関しては、こちらですね、ナンバー6という形でね、6月号になります。はい、表紙につきましてはこちらになっております。じゃあね、中身の方ね、開封レビューしていきたいと思います。まあ、基本的にはね、電子版であったりとか通販サイトでね、無料立ち読みっていうのがあるんですけど、まあ、当然ね、中身は見えないので、まあ、こんな形でね、開封レビューしてお届けできればと思っております。じゃあ早速ですがね、中身見ていきたいと思います。はい、ちょっと1枚目がね、広告になっておりまして、今回はね、なんか特別しおりというものがついておりまして、こちらをね、めくっていただくと、はい、こちらになっております。1ページ目に関してはこちらになっております。はい、続きまして、2ページ目3ページ目がこちらになっております。はい、続きましてね、はい、次のページは見開きになっております。はい、今回はね、いつもであればね、無料クリアファイルとかね、特別ね、付録としてクリアファイルとかついてるんですけど、今回はね、こちら関東グラビアだけになります。はい、続きましてこちらになっております。はい、続きまして、ただね、続きましてね、こちらになりますけど、まあ、結構ね、ボリュームの方がございますんでね、内容的にはいいんじゃないかなと思っております。はい、半分ちょっと漫画になってるんでね、こんな感じで折らさせていただきました。はい、以上となります。ページ数的にはね、結構ありますので、今回ね、クリアファイルがついてないんですけど、内容的にはね、内容とボリューム的には非常にいいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでね、はい、こんな感じになっております。ちょっとこの後ね、静止画を挟み込みますので、そちらの方でね、振り返りで見ていただければなと思っております。はい、こういう内容になっております。はい、以上となります。今日はね、開封レビューにつきましては、月刊ヤングマガジンね、こちらの、6月号、沢口愛香さんの、表紙と関東グラビア、こちらの方のご紹介させていただきました。で、ちょっとね、ここで振り返りを挟み込みます。はい、以上となります。まあ、こんな感じでね、開封レビューやっておりますので、こちらのね、雑誌購入する時の参考動画にしていただければなと思っております。まあ、これだけじゃなくてね、いろいろガンプラであったりとか、まあ、あとはね、フィギュアであったりと、まあ、いろんなものをね、お届けしておりますので、あとはね、ゲーム、まあ、配信ね、ゲーム実況までは最近やってないんですけど、まあ、ゲーム配信とかもやっておりますんでね、参考にしていただければと思っております。はい、以上となります。今日はこちら漫画誌の開封レビューさせていただきました。以上となります。てるてる百貨店てるかいざーでした。バイバイ。